エレンデマークありがとう。明日のコスタリカ戦でオサナはどう戦いますか？ある程度相手も前に出てきそうですね。まあ、僕だったら前から言うように、あの、3バックというか5バックずっとやりますね。これなんでかっていうと、ていうか、どこから僕が指揮するかによりますけど、4バックで中絞らせるみたいな、今自分のチームでやってるようなことってやれない、やりにくいから、3バックで最初からサイドフロントに立たないようにして、中盤が自由に降りていいようの方が多分仕込みやすいんだろうな、みたいな。あとは三笘は最初から使って伊東純也の方を僕だったら控えにしますね。で、酒井宏樹をウィングバックして、あ、でも今回はあれか、怪我で出られないから、まあ、頭から2枚は使えないけど、シャドウ久保武さんしますね。シャドウ久保、トップ久保かシャドウ久保か、久保鎌田、あと1枚誰だろうね。僕だったらですけど、この時期にこれ言うの逆にすごいだけど、前田浅野は選んでないですからね。今ここね、避けといてね、前、昔から評価してたみたいにすればいいんだけど。4バックのは僕、右長友、左伊藤にする。いや、僕は山根好きなんですけど、森保さんなら、ね、ミスりにくくて守備強い選手するだろうな。そうだって、浅野得点以外のシーンでオフザボールおかしいとこ結構ありますからね。あ、ワールドカップ、今の状況の前田なら呼ばない。あの、自分の代表だったら呼んで、あの、ちゃんとオフザボール変わったりとか、あの、素質を開花させられるかっていうのにトライしますけど、逆に、ね、アライオフザボールしてて J リーグで得点を取れるんですから、すごい素材ですけどね。原石だけど、もう普通のダイヤよりは輝いてるみたいなさ。伊藤前半から出した方がいいの。あれですかね、あの、ネイマールとかスーパーサブに使わないじゃないですか。その感じですよね。派手さなくなったけど、その分真面目になったネイマールみたいな捉え方もできますからね、三笘の場合。三笘、久保、トビアス、田中碧、遠藤、森田、酒井宏樹かな。この辺は絶対スタメンですけどね。他はコンディションだったりとかいろいろあるけど。な、まあ、長友もそうかな。ただまあ実際に率いてみないとね、その選手が持ってる哲学とかね、イデオロギーのところで、どうしても自分のサッカーに合わないみたいな選手いますからね。田中はここに入りますよ。全然。リズムを感覚に落とし込める選手ですから。から長友とか今までの実績とかそういうところでの経験値とかあるけど、リズムを感覚に落とし込んでるかっていうと、攻撃面だとまだ荒いとこありますからね。長友が出会う指導者によってはもっとなんか、現代的なサイドバックになってた可能性ありますか？アルバみたいな。でも三笘は全然マトリーレベルになる可能性あると思いますよ。で、他のステップアップとしては、ね、ラリーガとかね、マドリーバルサあると思うし、普通にブライトンでやってるからね、ブライトンからどっかプレミアのビッグシックスっていうのがあって、そっからもしかしたらそっち行くんじゃないですかね。日本なんなら引いてコスタリカにボール持たせたいですね。そうそうそう。日本ボール持たされる方がさ、やばいから、だからドイツが引いて守ってみたいな、で、日本が崩せなくてだったら全然違うんだけど、まあドイツはそんな戦い方選ばないだろうし、権利選ばなくて今回こうなったし。そう考えると日本、スペインに対して相性いいってことですか？いや、スペインはきちんと崩せるから、そう、コスタリカは崩せないから。日本に対して分析して日本には持たせた方がいいって言ってさ、あえて自分たちが弱者みたいに振る舞う対策するチームは基本、格上にはいないですよね。酒井怪我のサイドバック、誰にする？あの、ファイブバックにして酒井宏樹を使わない、あの、サイドバック使わないと思います。僕最初から伊藤宏樹の右ウィングバックでいきますね。いや、コスタリカ次の試合どんなモチベーションでくんだろうね、本当に。せっかくドイツに勝ったね、またこんなのとやる。でも突破決めてて緩く来てくれる可能性あるけど、あれ？もうスペイン対ドイツでね、ドイツの方がやべえってなってますよ。日本に落としたから他絶対落とせねえし、みたいなね。だスペイン対ドイツ相当おもろいと思うよ、これ。普通に元からおもろかったけど。ただコスタリカがどんな点もう終わりだみたいな感じになるのか。いや、日本にこれ負けたりとか、日本に勝たないとこれ国帰れねえぞみたいな感じになるのかね。隣のグループベルギーいるんでスペインも最後まで手抜かさす。あ、そっかそっか。今のベルギーってどうなんだろうね。コスタリカ気合い入れ直してくるか、意気消沈してくるか。どっちなんだ、コスタリカの国民性とかわかんないからなぁ。